お疲れ様です。本日は私から1点報告がございます。先ほど閣議後に開催されました農林水産業地域の活力総合本部におきまして、農林水産業地域の活力総合プランの改定が決定をされました。今回はこの秋に精力的に検討を進めてまいりました新たな森林管理システムの構築を柱とする林業政策改革、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるための水産政策の改革の方向性、生産者消費者双方のメリット向上のための卸売市場を含めた食品流通構造の改革、新たなニーズに対応した農地の取り扱いの見直しを中心に必要な改定を行いました。これを受けまして農林水産省におきましても、攻めの農林水産業実行本部を先ほど開催いたしまして、私から施策の具体化を精力的に進めるよう指示をいたしました。新たな活力創造プランに即し、農林水産業全体にわたって改革を展開をしていくことによりまして、農林水産業の成長産業化と農林漁業者の所得向上を実現できるよう全力で取り組んでまいりたいと思います。私からは以上です。ありがとうございます。今般改定されたですね、活力創造プランについては、先ほど開かれた攻めの農林水産業実行本部において私からですね、政策の具体化を今申し上げたように精力的に進めるよう指示しました。林業や食品流通、農地に関する改革につきましては次期通常国会に関連法案を提出できるように準備を進めたいと思います。水産業改革についてはですね、活力創造プランに盛り込まれました改革の方向性に即して来年夏をもとにですね、検討を深めて成長産業化と資源管理を両立させる具体的な改革案を取りまとめる、そういう段取りを考えております。さらにこのプランにある他の施策を含めて必要な予算の確保は当然のことながらしっかりと確保していきたいと思います。次なんですけれども、昨日というか、今日 WPCFC の会場が開幕しましたけれども、サリオクロマグロはまず学校という感じで、サイクルトークに増減させるという、消費税が導入された一方で、活動なんかは日本向きには通らなかったりありましたが、今回の結果についての受け止めを、受け止めですが、まず12月3日からですね、フィリピンのマニラで、開催されておりました WCPFC、中西部太平洋マグロ委員会ですけれども、この年次会合が本日の未明に終了をいたしまして、太平洋クロマグロやメバチ、キハダ、カツオの保存管理措置が合意されたという報告を受けております。で、太平洋クロマグロにつきましては本年8月の北地方委員会で作成された保存管理措置案が、多くの国から評価する旨の発言とともにですね、全会一致で採択をされました。これは我が国が責任ある漁業国として議論を主導した結果だと認識しておりまして、大きな前進であったなと受け止めております。メバチ、キハダ、カツオにつきましては保存管理措置の継続に積極的でない国が多かったんですけれども、我が国が強く主張した結果ですね、来年1年間の暫定措置ということが合意をされました。これは現行措置より緩和された部分はあるんですけれども、一定の規制を継続する内容であり、評価できると思います。我が国としては引き続き関係国地域と協調して責任ある漁業国として資源の持続的利用が可能となるよう主体的に取り組んでいきます。すみません、
NHK の楠田と申します。今の WCPFC の関係なんですけれども、資源の回復傾向が見られれば事業を増やせるということで、道は開けたというところがあると思うんですが、一方でそのやはりこう資源の回復ということがちゃんとできなければ実際に広げるということはできないと、そういった意味でやはり足元での資源管理重要かと思うんですが、そのあたりのところに注目しています。これは従来から申し上げておりますようにですね、しっかり指導をしてですね、やっていくし、それからいろいろ難しい運転チャンネルとか状況がございますので、これについてどうするかというのを検討を深めていきたいということで作るんだろうと思っております。はい、テレビ朝日の名前です。まずして WCPSC のなんですけれども、難しい手厚手網でというふうに申し上げましたけれども、北海道とかそういった一部の地域で上限を超えていることについて、会議の中で日本が批判を受けたりする場面はあったんでしょうか。ちょっと未明の話なので、詳細はまだ承知しておりませんので、また後ほどご説明したいと思います。諫早湾のカンガル事業の関連に伺います。国がですね、漁業者に支払っている制裁金の支払いが今月分に10億円を超えるんですが、この10億円という額についての説明をお願いします。ご案内のように国はですね、介護してもしなくても、間接強制金を支払わざるを得ないという状況になっているわけです。このような間接強制に関してこれまでの裁判におきましても、国は主張してまいりましたけれども、その主張が認められず、間接強制金を支払わざるを得ない状況にあることはですね、非常に残念であると思っています。我々としては本件の問題の解決に向けて、介護によらない基金による和解についてですね、関係者の理解と協力が得られるよう今努力しているわけでございますが、一層努力をしていきたいと思います。1日90万円とか、積み重なって10億円ということなんですが、額はどういうふうに一般的に見るとだいぶ来たなと思うんですが。そうですね、繰り返しになりますけど、主張が認められずにこういう状況に陥っているということは税金でありますので、非常に残念。関連訴訟で福岡高裁の訴訟が来年の2月の決審後に和解協議入りという方向性が示されているんですが、それについての期待もお願いします。先日5日の火曜日ですか、福岡高裁から平成22年の開門を命ずる福岡高裁確定判決に基づく強制執行を認めないでくれという国が求めている請求異議訴訟もですね、期日につきまして、次回期日である来年2月26日の決審を見据えた進行を考えているというご意向が示されたところであります。私どもとしては裁判所の訴訟指揮に従って、裁判の進行に適切に、対応しつつ、問題の解決に向けて関係者の理解と協力が得られるよう、様々な機会を捉えて真摯に努力をしてまいりたいと思います。ありがとうございます。MBC の会というふうに申しますが、車間の関係、関連なんですけども、先ほどは、本当に関係したいところですが、タックの導入がもう来月1月から導入されるので、特にそのあたり国内管理、混乱は生じないと考えようと。当然のことは混乱生じないように、関係者の理解を受けながら進めていくと思います。ようやくここまで来ている。